こんにちは。フリーウェイト7対マシントレーニング3ぐらいで、フリーウェイト中心で行っているビーレジェンド田中です。今回はマシンしかやらないのはもったいない、フリーウェイトのおすすめポイントというお話をしたいと思います。私は B レジェンドジムでパーソナルトレーナーを行っております田中と申します。競技としてはパワーリフティングを行っております。大会実績としては近畿パワーリフティング選手権大会で優勝した経験があります。それではお話の方に入っていきたいと思います。まずはですね、そもそもフリーウェイトトレーニング、マシントレーニングとはどういうものかというところのお話から始めていきたいと思います。フリーウェイトとはバーベルやダンベルなどを用いたトレーニングになります。マシンとは、チェストプレスやレッグプレスなどマシンを使ったトレーニングです。でこれはですね、ある程度軌道とどこを狙うかっていうところがマシンによって、明確に定められているトレーニングになります。フリーウェイト普段行わない方がフリーウェイトやろうかなと思ってもですね、パワーラックとか重いダンベルがあるエリアって結構マッチョのちょっととっつきにくそうな方々がトレーニングされているので、あの空間に入りづらいとかですね、そもそも何やっていいのか分かんないからあの空間には近寄らないようにしようっていう方がやっぱどうしても多いとは思うんですけど、難しさも含めてですね、ちょっとこうどういうトレーニングなのかっていうところとか、どうやったら始めやすいのかっていうところもお話していきたいと思いますので、ぜひ聞いてみてください。トレーニングを始めるときにですね、とっつきやすさから言えばですね、マシントレーニングがとっつきやすいっていうのはあると思います。先ほども言った通りですね、マシンによって軌道がしっかり定まっているっていうのと、負荷もですね、ピンを刺したりなど買いやすいものが多いですし、どこを鍛えるのかっていうところもですね、マシントレーニングの場合はターゲットも非常に分かりやすいですよね。技術的に難しくないということと目的が明確だというところで、まずマシントレーニングやりやすいかなとは思います。またですね、フリーウェイトと違ってですね、テクニックもそんなに必要ないケースも多いですし、またフリーウェイトはですね、バランスを取ったりとかですね、転ばないようにしたりとかですね、いろいろこう神経を使うことがやはり多いかとは思うんですけど、マシンの場合はある程度軌道が固定されている分ですね、転倒のリスクも少なく怪我のリスクも少ない状態でトレーニングができるので、まず運動を始めたばっかりの頃はマシントレーニングが安心感があるとは思います。マシントレーニングのいいところをお話ししてたらですね、おいじゃもうマシントレーニングだけでいいんじゃないって感じちゃったとは思うんですが、次からちょっとですね、フリーウェイトトレーニングの、いいところもお話していきたいと思います。フリーウェイトトレーニングは、ダンベルやバーベルを使ったトレーニングなんですが、これのいいところはですね、バーベル、ダンベル、重りと、あとはパワーラックなどのラック、ベンチ台があれば全身鍛えることができます。なので目的に応じてですね、器具が定まってるマシントレーニングの場合は全身鍛えようと思うと、10個以上のマシンが必要になってくるんですけど、フリーウェイトの場合はですね、バーベル、ダンベルさえあればですね、ある程度自由度を高く全身鍛えることができるっていうのは、一つのメリットかなと思います。またですね、バーベル、ダンベルのトレーニングはですね、マシンと違って軌道が固定されてないので、バランスを取る筋肉ですね、立った状態で行うトレーニングであれば足でバランスを取ったりとかですね、体幹部でバランスを取ったりとかですね、バランスを取る筋肉にも刺激が入るし、バランスを取る感覚というのも鍛えられますし、また狙った軌道で動かすっていうですね、テクニックも身につくというところがメリットになるかなと思います。特にですね、やっぱ体幹部フリーウェイトを行っているとバーの重りに負けないように、体を持っていかれないようにというところでしっかり刺激が入るので、フリーウェイトトレーニングを行うと全身バランスよく強くなるというメリットがあるかと思います。またある程度自由度が高い中で狙った場所に刺激を入れていく必要があるので、トレーニングのテクニックとしても難しいというデメリットにもつながるんですけど、トレーニングのテクニックが上手になるっていうメリットもフリーウェイトのトレーニングにはあると思います。フリーウェイトトレーニングできればマシンのトレーニングでもだいたい負荷を乗せるとか狙った場所により効かせるっていう技術はやっぱ高まっていますので、フリーウェイトを身につけていればだいたいトレーニングどんなとこでもできるようになるかと思いますので、最初はですね、マシンから始めるのは当然ハードルが低くていいかとは思うんですけど、メリットが多いフリーウェイトのトレーニングなのでできるだけチャレンジしていただければと思っております。トレーニングのビッグ3というものがありまして、スクワット、ベンチプレス、
デッドリフトっていうものはトレーニングの重要な3つの種目と、まあ、よく言われるものなんですけど、トレーニングやるのであればまずこれを身につけましょうという種目です。でこれはフリーウェイトの種目なんですね、まあ、特にバーベルの種目で重い重量をこなせるっていうメリットがあります。まあビッグスリーと言われるぐらいのものにもやっぱりこうフリーウェイトが並べられているっていうところもあるので、フリーウェイトちょっととっつきにくいところはあるんですけど、取り組んでいただければと思います。フリーウェイトがじゃあ完璧かっていうとですね、まあ中にはですね、いいマシーンであればフリーウェイトでは入れにくい角度っていうのがあるんですね、まあ、フリーウェイトってどうしても重力方向にしか負荷がかかんないので、例えば体立てた状態でこういう方向に押そうと思ってもフリーウェイトってやっぱ重力は下に働いていくのでできなかったりするので、マシントレーニングは重力を考慮せずにですね、負荷をかけることができるっていうところも良さは良さでもちろんあるので、自重とかマシントレーニングでちょっと土台を作って高重量のバーベルトレーニングをトレーニングの土台にしていくと、でその中でちゃんとフリーウェイトで効かせれない角度の種目があったり筋肉の部位がある場合に上手にマシントレーニングを組み合わせたりとかですね、まあ、フリーウェイトってバランスを取らないといけないし技術も必要なんですけど、体が疲れ切った時はフリーウェイトだと逆にですね、狙った筋肉以外の体幹とかが疲れて追い込めない場合にフリーウェイトで重量をこなした後にですね、マシントレーニングを仕上げに導入していくとかですね、まあ、いろんなアプローチのやり方はあると思うので、まあ、それぞれの良さを生かして最終的にはトレーニングが組めるようになれば一番いいかなと思います。次のお話なんですけど、じゃあどうやってフリーウェイトやってみたらいいのかっていうところになってくると思うんですけど、これ言ったら元も子もないかもしれないんですけど、まず僕一番おすすめしてるのはパーソナルトレーニングをつけるっていうのがやっぱ一番早いです。まあトレーニングの技術というのはですね、身につけるとやっぱ一生ものの財産になると私は考えているので、車の運転を身につけるときは運転免許センター行ってお金を払って技術を身につけるので一生運転できるという状態になるのと一緒のように、トレーニングの技術もしっかりプロに習って正しいスキルを身につけるっていうのは一つだと思います。またまあそれ以外でもですね、周りにトレーニング歴10年の方がおられたりとかですね、大会出てる方がおられたら、まあ、ちょっとアドバイスをもらったりとかですね、フォームを見てもらうっていうのもトレーニング始めるきっかけにはなってくるかなと思います。プライベートのやり方を今だったら動画とか本とかで勉強することもできるとは思うので、まあ、そこで勉強するっていうのも一つだとは思います。あとはですね、フリーウェイトをやり出す前にこうやっておいたらスムーズかなっていうところで言うと、まあ、マシントレーニングをたくさんやる中で、マシントレーニングでちょっと15回から20回の回数を行って筋肉を使う感覚神経をしっかり鍛えておくと、少ない回数ね、マシンでやってるとやっぱ反復回数が少ないので、体を使った経験とか回数が少ないままなので、ハイレップで行っておくと体を使う神経も発達しているので、フリーウェイト始めた時にやりやすいかなと思います。そしてまあフリーウェイト始めた時も、まあ、いきなり重いのでやらずにですね、バランスを身につけたりとか筋肉にしっかり負荷を乗せる感覚を見つけるために、まず高回数から始めて軌道が安定してきたらちょっと重りを増やしていくというところから始めるといいかなと思います。これ私の経験というか、まあ、これでうまくいったのかなというところのお話になるんですけど、自重トレーニングもフリーウェイトをスムーズに始めるためには一ついいアプローチかなと考えております。まあ、なぜかというと、自重トレーニングって、まあ、重りを扱わない代わりにですね、まあ、例えば腕立て伏せであったら、まあ、慣れてきたらたくさんの回数高回数やりますよね。ただ神経系発達しますし、フリーウェイトと、まあ、またちょっと違うアプローチにはなるんですけど、体幹部を腕立ての場合はしっかりコントロールして、体も体幹部もコントロールしながらトレーニングをしていくことになるので、自重トレーニングをうまいこと組み入れていけば、実際フリーウェイトを始めた時も、まあ、バランスの難しさとか感覚の鈍さっていうのはそんなにないのかなと思ってます。だんだん慣れてきたら回数増えていくと思うんですよ。そこで高回数のトレーニングをやっておくと、まあ、反復動作で神経も発達するし、でだんだんこう狙った筋肉のパンプ感っていうのはハイレップ自重でも行っていくので、まあ、腕立てでやったら慣れてきたら胸がパンパンになったなと、ちょっと手幅狭くしたら今度腕の方がパンパンになったなっていう感覚が結構鋭くなってくると思うので、そういう高回数のトレーニングを行って感覚鋭くなって自信がついたら、じゃあプリベートエリアトレーニングチャレンジしてみようかなっていうところもやってみると良いかなと思います。
私の場合はもともと空手の選手で自重トレーニングですねをたくさん行ってました。なのでベンチプレスとか高校生の時に初めて触った時はですね、週3回ぐらい腕立て50回3セットぐらいは日常的に行ってたので、フォームはそんなに良くなかったかもしれないですけど、実際始めるにあたってベンチプレスのハードルの高さっていうのはそんなに感じなかったですし、バーベルスクワットを始めた時も頭の後ろにこう手を組んでスクワットを日常的に行ってたので、しゃがんでも背中丸まらずに、スムーズにウエイトを始められたっていう経験があるので、まだウエイトちょっと怖くて自信がないなっていう方もマシントレーニングや自重トレーニングを使って行っていただければと思います。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しております。 B レジェンドではお得なセールも行っておりますので、概要欄からチェックしてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。